キーを回してきてくれるかい。いいんだ。が悪いんじゃないんだよ。待ちなさい。その子猫の運命を変えろという、トローだったな。結局元に戻すとは。
せめてあと2時間ぐらいは凡庸な夢を見ていられますように。日に限って アリス出ないの？ああ、もうせっかくの安眠を。ま、幽霊屋敷そのものだけど、だいたい二人で住むには広すぎるのよ、この家は。Thank you.
と言っても私には関係のない話だけど。山城先生。やあ、おはよう、青崎くん。用件は聞いているかな？はい、1時間前に自宅で、事前に何の相談もなく。今日もご機嫌斜めみたいだね、君は。それは先生の気のせいです。今日だけ特別という話ではありませんから。そう？ならいいんだけどね。彼にはそう辛く当たらないでくれよ。僕らじゃ正直どう扱っていいかわからないところもあるし。先生、その件ですけど、私まだ詳しい話を聞かされていないのですが。電話じゃあなんて聞いたの？転入生の紹介をするとだけです。理由も脈絡もない説明でした。先生、これが笑い話ならそろそろ帰っていいでしょうか？いや、ごめんごめん、謝るよ。冗談じゃなくて真面目な話なんだ。ちょっと君の手を借りたくてね。本当に転入生の問題で？うん、訳ありというか難しいというか。彼、総十郎君というんだけど、ちょっといろいろとずれていてね。僕らが案内してあげるより同世代の君の方が適任だと思ったんだ。ずれてる。使わない表現だけど。
つ質問があります。何？あ、学年は君と同じ2年生だよ。性格は落ち着きがあって人の話をよく聞くタイプ。裏を返せば覇気がないとも取れるけど、それならそれで付き合いやすいだろ。青崎くんとはクラスは違うけど、きっと仲良くな。そういったことは本人から直接聞きますし、測ります。そうではなく、なぜ私なんでしょうか。もう一度だけ聞きます、山城先生。それでなぜ私なんでしょうか。それはね、別に青崎くんが先生方に敬遠されているのと同じぐらい信頼されていて、学校のためなら教師も生徒も一緒くたに切って捨てる鉄の生徒会長だからじゃないよ。それ以外にこんな呼びつけを受ける理由はないと思いますけど。いや、責務だけでいいなら僕がやってるさ。この人選に関しちゃ教師や生徒会長といった役職も関係ないよ。なんていうか、こんな頼みを損得抜きで聞いてくれるのは君だけだと思ってね。適任ですからと強く推薦したわけ。山城先生。うわ、怖っ。もう睨まない睨まない。言ったろ、僕にはともかく彼には笑顔でって。とまあ納得してくれたならすぐに移動しよう。もう随分待たせてしまっているからね。それと雨の中ご苦労様。帰りはもちろん車で送るよ。
なんて絶望的な断絶。戦後どころか戦前の話じゃない。ロビンソンにも程がある。電気がないって、村に行き渡っていないだけで公衆電話ぐらいはあったんですよね。なかったそうだよ。こっちに暮らすようになってまず驚いたのが電話だそうだし、電話って便利ですねなんて真顔で言われてね、そういえばそうだなと再確認させられたぐらいだよ。駐在もいないってことか。うちも実家は山奥ですから、電気が通っていないのはありえないとは言いませんけど、そいつ、学校も知らないんですか？うん。どんなものかは知っていたそうだけど、実際来るのは今日が初めてらしい。それで緊張していたのかな。あまり会話も弾まなかった。ああいうのも野生児っていうのかな。狼に育てられた狼少年。みたいな？あ、いや、探検隊の話だね。ちょ、怖いな、青崎くん。冗談だって。そう、睨まないでくれ。大丈夫。話してみた感じ、おとなしい子だったから。なんていうか、言葉の通じない小動物みたいな感じ？山城先生、その例え、気休めになってませんから。いや、青崎くん、君を信頼してる僕だけど、念のため確認しておくよ。なんていうか、優しくね。できれば笑顔とか作れないかな。作り笑いは苦手です。一応努力しているつもりですが。ああ、そうなんだ。それはよかった。いやー、ほんとよかった。青崎くんにも苦手なものってあったんだね。愛想が悪いってのは。でも笑顔なんて意識して作るものじゃないんだし、だいたいそういうインスタントな人付き合いなら飛び丸の方が向いてるって。いや、というか敵。何であろうと敵。悪いけど、情状酌量以前に敵。間が悪いのはお互い様っていうか、ほんと、なんでよりにもよってこんな忙しい時に。
でも、そろそろ9時を過ぎるのか。どうなんだろう。よかった。忘れられているかと思った。すまないね。ずいぶんとお待たせしちゃって。って、あれ？里中先生、いないんですか？ひどいなあ。話し相手になってあげてと言ったのに。紹介するよ。彼が転入生の雫宗十郎くんで、こっちの彼女が雫くんの案内役。うちの生徒会長で休日を押して新しい仲間の案内役を買って出てくれた青崎青子くんだ。
信じられない。私、今わけもなく怒ってない。いやあ、ほら、青崎くん、挨拶してあげなくちゃ。挨拶？いや、待たせたね、しずきくん。紹介するよ。彼が転入生のしずき総十郎くん。で、こっちの彼女がしずきくんの案内役。うちの生徒会長で休日を押して新しい仲間の案内役を買って出てくれた青崎青子くんだ。ああ、うん、いけてる。二人とも気は合うようだね。それじゃあ、僕はこの辺でいいかな。僕は職員室にいるから、終わったら来るように。いいかい、青崎くん。くれぐれも、くれぐれもだぜ。なんていうか、生徒会長としての度量の広さを、この際僕に信じさせてほしいかな。まあいいわ。山城先生がヒルアンドンなのは今に始まったことじゃないし。それで、あなた名前は？ああ、しずき総十郎かな。君は青崎さんだったね。サンはいいわ、柄じゃないから。こっちはしずきくんでいい？
いいって何が？だから呼び方、くんづけでいいかって聞いてるの。何？おかしなこと言った？私。いや、すごく。いや、いいんだ。ごく一般的なんだろう。しずきくんで頼む。君は青崎でいいんだよな。え、よろしく。悪いけど、優しくしてあげる気はないから。時間も惜しいし、手早く行くわよ。それは助かる。やっぱり時間は大切だ。まず聞いておくけど、山城先生から聞いたことは理解してる？ああ、学校の仕組みについては分かった。この建物全部に同い年の人間がいるなんて、ちょっと想像できないけど。そう、よかったわね。私には関係ないけど。青崎。何？こっちも一つ聞いていいかな？だから何？俺の気のせいだと思うんだが、君はまるで何かを睨んでいるように見える。やはり今朝は悪いものでも。青子の視線は普通の人には厳しいわ。もう少し多くのことに寛大になるべきね。私をバカにしてるってわけじゃなさそうよね、この場合。言葉にしないとわからないようだから言うけど、まるでじゃなくてズバリそうなの。あなたの気のせいじゃなくて、私は視線で遠回しに感情を表現してたの。いちいち声に出すのも
会話にするのも面倒だから。なるほど。どうしてそうしたいのかはわからないが、確かにそっちの方が手っ取り早い意思表現だ。確かにずれてるわ、こいつ。じゃ、とりあえずあなたの教室に行くから。あと一つ。これもちょっとした疑問なんだが、なんで君は怒ってるんだ？怒るのが商売とか、そういう家柄の人なのか？別にあなたのせいじゃないから気にする必要はないわ。ただこの一瞬とお昼まで眠っていた場合を計りにかけたら、あまりに利益の違いがあって頭を抱えただけよ。まずいな。あと20分経つと1時だ。え？嘘でしょ？うちの校舎そんな広くないわよ。そうだったわね。行く先々で根掘り葉掘り聞かれちゃ、そりゃ何時間でも経つわ。日が暮れていないのが不思議なくらいね。してるっちゃ。で、何がまずいの？覚えることが多すぎてパンクしたなんて言わないでね。いや、それもあるけど、
学校のことは別にして一時になるとまずいんだ。へえ、時間を気にするってことは用事があるのね。そう、人の予定を引っかき回しておいて自分だけ好きなようにやろうって言うんだ。なんだ、顔に似合わずいい人ね、君。ん？いや、褒めても何も出ないぞ。誰も褒めちゃいないわよ。で、それで一体何の用なの？そこは秘密にしておきたい。慣れ始めたつもりだったけど、こいつのこういったテンポには失神しそうになるわ。しずきくん、秘密だってば。これ、最後の質問にしとくわね。あなた、私をからかって楽しい？わかった。説明する。実は1時からアルバイトがあるんだ。でもここはそういうの禁止なんだろ？そうだけど、あ、禁止されてるから秘密にしようと思ったの？バカね。それなら許可さえ下りていれば問題ないわよ。知ってる。試験の時に許可をもらってる。へえ。しかし、許可は一つしかもらえなかった。ん？一つって、あなた掛け持ちでバイトしてるの？これでも2件減らしたんだ。生活費だけで大変なのに、学費まで稼がなくちゃいけない。なのに働き先は一つだけというのはあんまりだと思わないか？いや、あんまりなのはあなたの方だと思うけど。ことなら仕方ないわね。いいわ、行きなさいよ。事情は分かったから。青崎はいいのか？別に、私もこのまま帰るから。先生、案内終わりました。それはお疲れ様。しずきくんもお疲れ様。それで、校舎を回った感想はどうかな？ありがとうございます。なんというか、とても学校ですね。そうかそうか、うん、明日から頑張りなさい。
山城先生のことは気にしないでいいわ。教え子に厄介なことを押し付けてふんぞり返っているぐらい職員室が好きなんだから、何時間でも待ってるでしょ。いえ、待ってるべきじゃない。そうか、青崎がいいんならいいんだな。それじゃあ行くよ。今日はありがとう。今日だけよ、今日だけ。それじゃあまた。は？ちょ、いや、待て待て待て！何するつもりよ、あんたは！何って、アルバイトに行くんだけど。その窓は人が出入りするところじゃないの！だいたい、ここ何階だと思ってるの？死ぬところだった。2階から降りたら危なすぎる。危ないのはあんたの頭。あのね、こっちじゃ窓から人は出入りしないの。さっき言っとくべきだったわ。知ってるよ、時間がないんで慌ててたんだ。ありがとう、これからは気をつける。いいけど、私は別に。あなたがどこから外に出ようが関係ないもの。ただ、できれば私の前ではやらないでほしいだけよ。それより、あなた、本当に明日から学校に来るの？来るよ。不安だけど、案内してもらったし。大丈夫なのか、あんなんで。どうせこれっきりなんだし。時間
合ってる。それも悪くないか。残すことには賛成ですが、それでは残すだけになってしまうでしょう。それも当然よね。どういじくっても、もともとが山中の宿場町だし、山ごと切り崩すって言うんなら別だけど。思い返してみると、私の人生ってなんか災難続きっぽい。でもま、いっか。退屈だけはしないわけだし。
夏場の蚊だってもう少しこう。波乱万丈、商売繁盛、諸行無常っと。そうそう、忙しさに愚痴を言っても始まらないわ。これ着るんですか？気持ちはわかる。俺もどうかと思うけど、店長の言うことだからもう笑顔で乗り越えてくれ。これも商店街の明日のためなんだとよ。本気で申し訳ないんだが、雨も止んだし、なんとか行ってきてくれないか。無事帰ってきたら晩飯おごってやっから。雨の日は自転車も使えないし、一日に2回ぐらいバスでも通ってくれないもんかな、ほんと。あれ、鍵閉まったまま？アリス、まだ帰ってきてないんだ。Thank you.
ま、私はともかく、アリスはそういうのやりかねないし。そうだ、アリスにもらった見張りと壊れてないかチェックしないと。てるどころか跡形もなく消え去ってる。やっぱ自己流アレンジはまだ早かったか。いいわよ、笑いなさいよコマドリ。電気のない生活か、想像したくないな。
なんだ、人のことは言えないか。うちも案外時代錯誤な家だった。寝てた。ええ、私どれくらい寝てた？1時間と少し。ここで眠ると風邪ひくわよ。起こしてくれてもよかったのに。せっかくの紅茶が冷めちゃったじゃない。私が来た時はもう冷めてたわ。でしょうね。行ってみただけよ。こうなるとフォートナム&メイソンも何もないわね。おかえり、アリス。玉の贅沢もあんた抜きじゃ閉まらないってことかしら。今日は薬日か天中殺か。ちょっと早いけど、お参りってのも十分ありかもね。それで、何があったの？まず謝らなくちゃいけない。
昨日徹夜で完成させた例のあれ、意味がなくなっちゃったのよ。ちょっと目を離した隙に沸騰しすぎて壊れちゃったみたい。そうならないよう循環のコードを 2,3 本外したり縫合したりしたんだけど。どういうこと？今朝急用が入って学校に呼び出し受けたの。そこで転入生の世話を押し付けられて、一日が無残にも消費されちゃって、帰ってきたら跡形もなく消えてました。怒る？アリス。別に、青子の器物破損にいちいち怒っていたら一生分の口論をすることになるでしょう。代用品はあるからまた一から始めればいいわ。それより怒ってるのはあなたの方じゃないの？この転入生っていうのがひどくずれててね。すごい山奥で暮らしてたらしくて、こっちの常識が通じないんだから。三問以下一って言葉があるけど、あれって本当のことなのね、アリス。初対面から尺に触るやつだったけど、教室を案内した時なんか失神しそうになったわ。そいつ、教室で教師と一対一で授業を受けるもんだと思ってたらしいの。ええ、それはそれでまだ流せる。許容範囲よ、あの程度の冗談は。で、私が簡潔かつ丁寧に教室の何たるかを教えた後で、そいつなんて言ったと思う？それで青崎、他の教室は何に使うんだ？ですって。教室に他も何もないでしょ？なんていうか、そいつは少しでも説明を怠るとそのままで納得しちゃうのよ。何も疑問に思わないというか、想像力が欠如してるっていうか、想像することに慣れてないっていうか。まあ、一度言ったことはちゃんと分かってるっぽいから、バカってわけじゃないんだけど。あなたが人を批評するのは珍しいわね。そういうダメな人、気にするたちだったの？微塵たりとも気にしないわよ。けど、明日からどんな間違いをしでかすのか、ちょっと心配なだけ。とにかく変なやつなの。案外アリスと気が合うかも。三問一回はいい言葉ね。ところでアリス、さっきから何読んでるの？霊的進化論の二次創作、スピリチュアルダイアリのまがいもの。ああ、スウェーデンボリー。そんなの今さら読んでも仕方ないんじゃない？新書なら退屈だけど、これは偽書だから。彼の欠点と長所を劇的に褒め上げている。よくできた冒険小説のようよ。立ちはだかる秘密組織の名前がカントとか、気が利いているわ。筆跡はあなたのおじいさんのものだけど。へえ、あの人そういう趣味まであったんだ。割とユーモアがあったのね。惜しい人を亡くしたわ。あなたのおじいさん、夏に便りをくれたけど。よしてよ、死んだものと考えたいのに。話は戻るけど、
いいわよ。何？今日できなかったのは少し痛いわね。だから反省してるって。学校優先は一人前になってからでしょ。ならいいけど。覚悟を決めろって言いたいのよね、あんたは。アリスは関係ない。これは私が私で決めなくちゃいけないこと。オッケー、ハリス。来週中に決着をつけよう。それでいいんでしょ？ええ、青子がいいなら。じゃあ下準備はよろしくね。私まだできないし。場所は例の公園でいい？妥当な線ね。あ、でももう一軒の方は？そっちの方が急務じゃない？時と場合、森に変化があれば教えるわ。何？どうということはないんだけど。ないんだけど？今日、帰ってくるときおかしなものを見て、誰かに話そうと思っていたんだけど。つまらない、本当に意味のないことよ。けど、どう考えてもそんなことをする理由がわからない。青子。人間ぐらいの大きな猫が、ひょこひょこ出前をする理由って、わかる？
その話には二つぐらい信じがたい部分があるけど、一つずつ論破していい？いいの。私もからくりぐらいは思いつくから。ただ、理由がわからないから聞いてるの。わざわざ精巧な猫のぬいぐるみを着て、出前の店屋物を届けに行くことって、そんなに簡単かしらね。難易度以前に、それをやる人間の常識性を疑うけどね、私は。ま、世の中いろいろあるから。私たちみたいなのもいれば、下界から遮断された山奥で暮らしていた奴まで十人十色よ。私だったら、見かけたら声かけて理由を尋ねただろうけど。暮れゆく住宅街にさまよう出前猫か。背景が夕焼けだったらファンタジーだったでしょうに。で、今日の夕飯どうする？せっかく話が出たし、私らも天夜物にしようか。時間は8時前。ギリギリセーフね。私今月がいいな。あそこの月見そば最近ご無沙汰だったし。悪いけど、私夕飯済んでるの。この裏切り者を！だから帰ってくるのが遅かったのね。帰宅部、学校までバス徒歩込みで片道20分のあんたが、なんで5時以降に帰ってくんのか考えるべきだったわ。あーあー、ひどい女。そういう時は残された一人のためにお土産買ってくるのが暗黙の了解だったのに。私だってこの前の外食の時はアリスの分も買ってきたじゃない。この前ってあれのこと？あなたが都心に出向いた時、夕食にお寿司を食べてきたのに、お土産はなぜかコンビニエンスストアのビニール袋だったって話？ん？何よ！買ってこないよりはマシでしょ？真実は時に隠蔽すべきね。わかった。わかりました。じゃあ今回のは前のと帳消しってことでいいわね。仕方ない。今日は薬日だし、おとなしく台所に立って料理の腕を磨くとしましょう。
き忘れてた。アリス、どこで夕食済ませたの？聞きたい。まあ、なんとなく。その猫が余ったメニューをくれたのよ。